はい、ルルカです。今回はね、ついに待望の待っていた方も多いね、あの機能にね、こちらフォートナイトが対応しましたので、それに関してお話していこうと思います。いや、今回はね、めちゃくちゃ熱い内容になっています。で、何に対応したかっていうとね、こいつに関係してるんですけど、見えますかね、チラッと出てます。チラッと、はい、こいつです。プレイステーション4のコントローラーに関係しているんですけれど、今ね、この画面に映っているのは iPad Air 3になるわけなんですけど、iOS 端末、要はね、iPhone だったりとか iPad などに関しては、すでに iOS 13以降からに関しては、こちらのね、プレイステーション4のコントローラーに対応しました。まあ、これね、かなりビッグニュースでした。ただし、まあ、ルルカの動画をね、見てくれてる方だったら知ってると思うんですけど、一つね、不満点がありました。プレイステーション4のコントローラー対応したからってことでね、みんな歓喜してこれを使ったと思うんですけど、なんか違えんだよな、思ってたのと違えんだよなってなりましたよね。その理由なんですけれど、プレイステーション4のコントローラー、iOS 13以降からフォートナイトで確かにね、使うことはできるようになったんですけれど、以前からね、フォートナイトで使うことができた MFI 認証されたコントローラー、要はね、Apple さんが使えるよって言ってたコントローラーと同じ使い方しかできませんでした。簡単に言うとね、こちらプレイステーション4にしか付いてなかった押し込みなどに対応していなかったんですよね。押し込み、プレイステーション4で言えば R1、R2、あとはね、L1、L2 っていうのが上についてるんですけど、こちら押し込みとしてね、R3 と L3 っていうものがあります。プレイステーション4でフォートナイトやってる方だったらわかると思うんですけど、この押し込みってめちゃくちゃ大事なんですよね。押し込みがないだけで、まあ、そもそもがボタンの割り振りが減ってしまうんで、違うところにボタン振りしなきゃいけない。使えないことはないんだけど、ボタン振りしなきゃいけないんで、その分ね、何かを犠牲しなきゃいけなかったりとかね、まあ、普段使っているのとはちょっと違う感じでしか遊ぶことができなかったんですよね。っていうので、まあ、プレイステーション4のコントローラーに iOS 版のフォートナイト対応してね、まあ、これはこれで、まあ、神対応、要はね、MFI 認証されたコントローラーっていうのも、購入するとね、5000円以上はしていたものなので、それがね、無料で使うことができるようになったっていうところは素晴らしいところではあるんですけど、まだまだ不満点が残っていた状態だったんですけれど、今回、フォートナイトのバージョン 11.40 以降からに関しては、ついに、このね、押し込みに対応しました。歓喜じゃないですか。ついに押し込み対応です。今までプレイステーション4のコントローラーに対応したはいいけど、結局ね、押し込みが利用できないっていうことで、ちょっと iOS 版から離れていたりとか、iOS 版ってやっぱちょっと使いにくいなと思っていた方いると思うんですけれど、今回ついに押し込みに対応したってことで、本格的に iPad だったりとか iPhone に関して、このプレイステーション4のコントローラーを使って遊ぶ人たちがどんどん出てくるんじゃないかなと思います。ではね、ちょっと実際にクリエイティブでどんな感じで、ね、対応したか見ていこうと思います。もうすでにね、設定の方は終わっていますので、こういう感じで普通にね、使うことができる状態になっています。ボタンとかに関してもね、四角とか三角って感じで全て完全対応していますので、クリエイティブで返していこうと思います。はい、こんな感じでね、始まったんですけど、こういう感じで、まあ、遅延なくね、もともと遊ぶことができた iOS 版のね、フォートナイトなんですけれど、こちらです。見ててくださいね。はい。ついに、押し込みにね、対応しました。ダッシュに関しても、ルルカは、押し込みじゃなくてね、自動ダッシュってものを使っているので、押し込みは使っていないんですけれど、ダッシュに関してもね、押し込みでダッシュにしてる方に関しては、プレイ法のコントローラーとかにしてしまうと、ダッシュができないとかね、すごい困ってしまった方っていうのもいると思うんですけど、そういう方も、押し込みに対応してるんでね、普通に押し込みダッシュも利用することできますし、まあ、ルルカ同様にね、自動ダッシュに関してもね、利用することができます。まあ、ルルカね、苦肉の策として、iOS 版のフォートナイトやる際には、押し込みが対応していなかったんでね、下ボタンを押し込みにしてました。今はこういうふうにエモートが出てくるんですけど、なのでエモートを消してね、そこの部分にね、しゃがみを割り振りしていたんですけど、今回のこの押し込み対応によって、一応ね、エモートを使うことができるようになりました。前までだとエモートを消していたんで、ダンスすることできなかったんですよね、iOS 版だと。人によってね、いらないボタンって違うと思うので、まあそれに応じてね、自分がいらないボタンを多分、そのしゃがみだったりとかね、違うものに割り振ってた人っていうのが多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ実際に行ってみますかね。まあ、こんな感じでね、もともと iOS 版のフォートナイト自体はもう映像もめちゃくちゃ綺麗ですよね、普通に。もちろん今ね、音のを消してるんですけど、実際はね、音のも出てますからね。こんな感じで遅延も全然ないんですよね。iPad でやってるから画面も大きいしね。はい、こんな感じ。で、今回はね、とりあえず映像を撮るのにね、iPad の方が見やすいと思ったんで、今回 iPad でやったんですけど、まあ、先ほどから言ってるようにね、iOS 版のフォートナイトになるんで、まあ、ルルカが持ってる端末であればね、もちろん iPhone 11も対応しているし、10R も対応している、8も対応しているし、7も対応している。
で、6S だったりとか SE までかな、対応してる形になります。残念ながら SE 以下の端末に関しては、そもそもね、このコントローラーがフォートナイトで遊ぶことができるようにするためには、iOS13 っていうものにね、アップデートしなきゃいけないんですけれど、現在、足切りの方がね、あって、一番下が SE までになっています。なので、iPhone6 とかね、5とか 5S とかに関しては、残念ながら iOS13 っていうものを入れることができないので、まあ、そもそもね、このPlayStation 4のコントローラーを使うことができないので利用はできないんですけれど、最新の iOS13 を入れることができる端末であれば、こんな感じでPlayStation 4のコントローラーが使えるし、なおかつ、フォートナイトをバージョン一番新しいものにすることによって、押し込みにもね、完全対応させることができるって形になっています。もちろんね、この辺のボタンですね。この辺のボタンにも対応しています。この辺とかね。ただし、一応ね、ここのボタンだけは対応してないですね。さすがに特殊すぎるんですかね。Xbox とかにもこういうものはついていないんで、ここだけはね、特殊ってことで使えない状態になってるんで、まあ、地図とかですかね。地図とかに関して、デフォの場合だとね、ここでね、地図を見たりすると思うんで、その辺だけは割り振り変えなきゃいけないと思うんですけれど、その他に関しては基本的に、まあ、押し込みが対応した時点で、まあ、大抵のことはね、できるようになったんじゃないかな。iOS 版フォートナイトで。こんな感じで、遅延の方も全然ないんですよね。まあ、この辺のフォートナイトの、iOS 版に関してのね、凄さっていうのはね、お話何回もね、お見せしてると思うんですけれど、ちゃんとポーションも飲めます。で、武器を持ったら、こんな感じで武器撃つこともできると。ちゃんとね、R2 とかもありますんでね、こういう感じで撃てるし、狙いもつけれる。感じで狙いもつけれます。前までは、ルルカであればね、この辺のボタンにしゃがみを入れなきゃいけなかったんでね、しゃがむ時にめんどくさかったんですけど、今回の対応によって、ちゃんと押し込みでしゃがみながら戦って、敵が来てね、やっぱ動きたいと思ったら、こういう風にすぐに動くこともできると。あ、これいいですよね。はい、もちろんね、建築に関しても、こんな感じでね、建築もすることができます。もう完全にね、ちょっと今ね、カメラ越しにやってるんでね、変になっちゃってるんですけど、本当にね、PlayStation 4版のフォートナイトで遊ぶのと、遜色なく遊べるんじゃないかなと思います。フレームレートに関しても、60fps まで利用することができるっていうことで、PlayStation 4もね、60フレームなんで、その辺に関してもほとんど変わんないと思うんですよね。で、なおかつ、プレイステーション4とは違って、まあ、iPad であればね、iPad 単独で持ち歩くこともできて、別に家以外でも遊ぶことができる。なおかつね、先ほど言った通りコントローラーを持っていけば、プレイステーション4のコントローラーで遊べるっていうことで、今回のね、アップデートで、フォートナイトね、かなり神がかってると思います。普段ね、この iOS 版っていうのはあまりやらなくて、それこそ動画にする際にしか触らないんで気づかなかったんですけど、まさかね、この久々にアップデート、6GB 以上のね、アップデートがあったんですけど、アップデートしたらね、押し込みに対応して驚きました。前からルルカに関してはね、この押し込みには対応するみたいな話はしていたんですよね。まあ理由としてはプレイステーション4のリモートプレイに関しては押し込みがね前から対応していたんで、まあフォートナイトであればね今後アップデートを重ねることによって押し込み対応すると思いますよって話をね何回かしていたんですけど、思った以上にね早いタイミングでの押し込み対応になった感じですね。正直ねもうちょっと押し込みの対応までには時間かかるのかなと思っていたんですけど、やっぱその辺に関してはね人気タイトルだし、多分ねこのフォートナイト iOS 版使ってる人から意見とかを聞くとね、コントローラー対応したはいいけど、押し込みにね、対応していないのはね、使いにくいって声はね、いっぱい上がっていたと思うんで、まあその辺をね、ちゃんと考えてアップデートしてくれたと思うので、もうほんとね、神対応だなと思います。で、悲しいお知らせになるんですけど、今回ね、こういうふうに押し込みの対応したっていうことで、ルカのね、個人的な見解としては、通常のね、Apple さんから承認を受けた MFI 認証されたコントローラー、全滅かと思います。今までこの PlayStation 4のコントローラーに関しても、Apple さんが公式でね、OK を出していた MFI っていうのをね、認証されているコントローラーと同じような扱い、要は押し込みに対応できない状態だったので、まあ、正直ね、その MFI 認証されたコントローラーを使っても、この PlayStation 4のコントローラーを使っても変わらないっていう状態だったわけなんですけど、PlayStation 4のコントローラーが押し込みに対応してしまったっていうことで、今までの Apple さんが公式で OK 出していた MFI 認証されたコントローラーに関しては、基本的にルルカが見たことあるもので、押し込みに対応しているものを見たことがないです。押し込み対応って今までなかったんで多分。ということで、今後ね、押し込みに対応した MFI 認証されたコントローラーが出てきて、まあそれが使いやすいとか、そういう可能性はあるんだけど、現時点で出ているものに関しては多分押し込みに対応していないんで、多分PlayStation 4のコントローラーを使った方が、このね、iOS 版のフォートナイトに関して、だったりとかね、他のアプリに関しても、PlayStation 4リモートプレイだけではなくて、フォートナイトに関してもね、押し込みに対応したっていうことで、どんどん押し込み対応していくと思います。その辺も考えると、正直ね、現時点で販売されている MFI 認証されたコントローラー使うっていうよりも、PlayStation 4のコントローラー、値段の方もね、多分5000円ちょいっていうことで、ほとんど変わんないと思いますので、PlayStation 4のコントローラー、この機会にね、購入するのありなんじゃないかなと思います。ちなみにね、質問とかでよくあると思うんで、先に言っておこうと思うんですけれど、PlayStation 4のコントローラーに関しては、PlayStation 4持っていなくても使えます。
安心してください。もちろんね、これだけ持っててもプレイステーション4のゲームは遊べないですからね。遊べないんですけど、コントローラーと iPad だったり iPhone を認識させることによって、別にプレイステーション4とね、今絡めてリモートプレイとかしているわけではないので、単独コントローラーがあればね、こういう風に iPhone だったり iPad で利用することができます。まあ、このね、設定方法とかに関しては、以前何回もね、動画のを上げています。設定だったりとか、それこそ現在プレイステーション4で使っているコントローラーの場合に関しては、iPad だったりね、iPhone と設定してしまうと、プレイステーション4と再接続できなくなってしまったりするので、そんな時に、再度ね、プレイステーション4で使う方法とか、設定から解除の方法まで動画の方にしていますので、概要欄の方と上の方にも動画の方貼っておきますので、iOS 版のフォートナイトでのプレイステーション4のコントローラー設定などにね、興味がある方はそちらの方も見ていただけると嬉しいです。そんな感じでね、今回はついに iOS 版のフォートナイトがプレイステーション4のコントローラーにね、完全対応と言っていいよね、もう。完全対応しましたので、動画の方にさせていただきました。今後、iPad だったり iPhone でフォートナイトをやる人って爆発的に増えるんじゃないかなと思います。なんだかんだ言っても、プレイステーション4を立ち上げなきゃできないっていうことで、いつでも気軽にできないって方もね、いたりすると思います。まあそういう方って、それこそね、スイッチとかで遊んでいたりとかすると思うんだけど、正直 iPad でやった方がスイッチよりも FPS も映像も綺麗だと思います。遅延もないと思う。まあ、性能が段違いでいいからね。っていうところもあるので、それこそ今まで手軽にやりたいからスイッチでやっていたっていう層とかに関しても、もしかしたらこの iPad だったり iPhone に移ってくる可能性もあるんじゃないかなと思います。それほどのね、神アップデートなんじゃないかなと思いますので、まだね、この iPhone だったり iPad でアップデートしていない方、フォートナイトね、その15インチのアップデートのやつで 6GB 分ぐらいありますんでね、結構時間かかったりとか、それこそね、自分の使ってる LT 回線とかだとね、かなりのデータ容量持っていかれてしまうのでね、Wi-Fi で接続する、もしくはね、無料で使える Wi-Fi スポットみたいなところを探して、アップデート。まあ、プラスね、まだね、iPhone だったり iPad に関して、iOS 13以降にしていない方に関しては、必ずね、最新のバージョンに変えた上で遊んでみてください。まあ、ルルカ同様にね、先ほどお見せしたように、ついに L3 だったり R3 に対応しましたので、相当ね、フォートナイト遊びやすくなったんじゃないかなと思います。今後もいろいろな動画、毎日更新で上げていきますので、よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。